エゴサーチ。自分、女の名前で検索をかけてみた。すると十数件同姓同名の人たちが検索に引っかかった。研究者や会社の経営者、同じ名前でありながら全然別の生活をしている人たち。その中に〇〇〇〇自分の名前のページというホームページがあった。それはプロフィール BBS だけの初心者が作った感じのよくある個人のホームページだった。プロフィールを見ると自分と同じ年であり、趣味などもよく似ている。 BBS などを見ると常連っぽい人が 5,6 人いるらしく、この手のホームページとしてはまあまあ流行ってる感じだった。なんとなくお気に入りにして時々見るようにした。しばらくするとコンテンツに日記が増えた。日記はまあその辺のサイトによくある内容の薄い日記だ。今日は暑かったとか、日本がサッカー勝ったとか、そんな感じの。ある時、日記の内容が自分の生活とよく似ていることに気づいた。初めに気づいたのは野球観戦に行った時だ。その日、そのサイトの管理人も同じ球場に行ったらしい。その時はもちろん偶然だなとしか思わなかった。球場には何万人もの人間が行くのだから。次の日の日記は会社でミスしたことについて書いてあった。私もその日会社でミスをして少々落ち込んでいた。次の日も、その次の日も、よく見ると日記の内容はまるで自分の生活を書かれているようだった。大半はカレーを食べたとか CD を買ったなど大した偶然ではない。しかしそれが何ヶ月も続くと気味が悪くなってきた。ある日、掲示板を見ると、常連たちが管理人の誕生日を祝っていた。その日は、私も誕生日だ。それで、いよいよ怖くなってきて、初めて掲示板に書き込みをすることにした。しかし、書き込みしようとしても、名前や内容を書くところに文字が打てない。いろいろやってみるが書き込めないどころか文字すら打てない。おかしいなと思っているとあることに気づいた。それは掲示板ではなくただのページだった。つまり一人の人間が掲示板っぽく見せかけて作った一つのページだったのだ。一体何のためにこんなこと、とすごく怖くなり、管理人にメールを打った。はじめまして、私はあなたと同姓同名の人間で、よくこの、のような当たり障りのないメールだ。そして次の日、そのページを見ると、すべて消されていた。メールボックスには一通、見つかったという返信があった。風を呼ぶ力。うちの女系は風を呼べる。自分でも嘘くさい話だと思うので、今まで一度も誰にも話したことはない。蒸し暑かった空気の入れ替えをしたいときに風を呼んだりする程度だ。
小さい頃はよく使えたが、今では全く何の力もない。というのも、この力は母から娘に伝わるものらしく、祖母はそれこそ自由自在といった感じだったが、祖母の子は息子ばかり、祖母の姉妹たちも女の子には恵まれなかった。祖母がこの話をしてくれた時は、おとぎ話のように聞き入ったものですが、その祖母も今年他界してしまいました。祖母の〇〇私の名前ちゃんだけは幸せになってほしい、という言葉が忘れられません。風を呼ぶ力は昔からあったようで、祖母の家系は江戸や平安の頃から重宝されていたようです。ただ風が吹いたからといって作物が実ったり富が築かれたりするわけではないので、崇められるようなことはなかったそうです。また力が強ければ強いほど美しく、時の権力者の息女として不自由のない暮らしをしていた。かくいう祖母も若い頃の写真も晩年も大変綺麗な人で、身内びいきではなく気立ても優しく、求婚者が絶えなかったそうです。祖母の葬儀の時に聞きましたが、求婚者には将校や家族などもいたそうです。ただ祖母には思い人、銀行員だった祖父がいて、すべて断ってしまったそうです。当時のことですから、恋愛結婚なんてとんでもなく、祖母の家は大地主だったからなおさら、親には反対もされたのでしょうが、多分不憫に思われたのでしょう。結婚は許されました。この力には黒い一面があるのです。祖母の家系は皆不可解な亡くなり方をしていたそうです。ある日から衰弱し始め、一月を待たずに元の面影を残さず、やつれ果てて亡くなるのです。祖母もそうでした。祖母は町医者にかかっていたのに癌で亡くなりました。通常の15倍もの速さで進行していき、なすすべもなかった。医者も首をかしげていました。祖母は、みんなそんな風に死んでいくんだ、ということも私に話していました。だからその理由が癌だということも、通常では信じられないくらい進行が早いということも、そんなことよりずっとずっと変わり果てた祖母の姿は私には恐ろしかった。そして祖母の葬儀の日はやってきた。小春日和、気持ちのいい風が不意に強く吹いて祖母の骨を舞い上げた。母、送っているんだと思いました。よくわからないけど、それは確信できました。会社のエレベーター、約10年ほど前、日時や登場人物は関係者に迷惑になるといけないので、すべて微妙にずらします。転勤になり、隣にある雪深い地方都市に移った。そこで職場のパートさんに、数ヶ月前にエレベーター事故で清掃会社の女性が亡くなったと聞かされた。当時それを聞いた時は、心霊的なことに興味もなかったので気にせず、毎日23時頃まで仕事をしていた。
会社の人間はみんな21時ごろには帰ってしまうため、夜は自分、警備員さん1人、清掃会社の方3人から5人という状況が多かった。当時はサービス残業に対して労基の監視も甘かったので18時が終業だったのだが、いつも23時ごろに5階の事務所にタイムカードをスキャンしに行っていた。警備の方の迷惑になるため23時15分には必ず退社するという約束で、警備の方には会社に長時間勤務していることは内緒にしてもらっていた。その日もいつものように23時ごろタイムカードを打ち、事務所を出てエレベーター乗り場に向かった。会社は古いビル、築30年以上で、改装を実施した時にエレベーターを大きなサイズに取り替えた直後ということもあり、亡くなった方への賠償はエレベーター製造会社、工事請負会社が支払い、エレベーターの箱も無償交換されたとのこと。事務所を出たところで通路を曲がって消えた小柄なおばさんを見かけたのだが、最初は清掃の方だと思い、エレベーターで先に一人で降りられては困ると思い、急いで後を追った。エレベーター乗り場の前に行くと誰もいない。古い建物のため非常灯もなく、窓から差し込む月明かりのみで、薄暗いエレベーター乗り場前には自分一人。資材が放置してあり、人が隠れることは可能だが、今そんなことする意味ないし。あれ、おばさんいたよな。不思議に思いながらエレベーターのボタンを押そうとパネルを見ると、なぜか数分前に自分が5階に来るのに使ったエレベーターが3階にある。警備員さんが使った？それよりもさっきのおばさんはどこ行ったんだよ。その時に押していないエレベーターのランプが4階、5階と登ってきた。あれ？警備員さんが事務所の施錠に来るのかな？と思い待っていると、スーッとエレベーターの扉が開いた。中には誰も乗っていない。その時にやっと聞かされたエレベーター事故のことを思い出して怖くなり震えた。怖くてエレベーターの中に入ることができない。どうしよう、どうしようと、エレベーターの階のボタンを押したままガクブルしていた。エレベーターとは少し離れた場所に階段があるのだが、ものすごく急な階段で明かりが一切ないので、そちらを使うのは危険という意味で怖かった。怖くて怖くて仕方なかったのだが、23時15分の約束のこともあるので、恐る恐るエレベーターに乗り込み1階へと向かった。1階の警備員室では警備員さんがのんびりとくつろいでおり、やはり警備員さんではなさそう。まだ誰かいますか？と警備員さんに声をかけると、もう誰もいないよ、との返答。警備員さんには何も言わず急いで会社を出たが、一人暮らしだったために家に帰るのが怖く、1時間以上コンビニで立ち読みをして恐怖心を紛らわせてから帰宅したっけな。この数ヶ月後にもっと変なことが実はあった。数日間は気味が悪く、エレベーターに近づくのも怖かったので、
タイムカードも早めにスキャンして、夜にエレベーターは使わないようにしていた。仕事の業績も順調で、自分の能力も上がってきているのが分かってきたので、いつしかその夜の体験も忘れて、仕事にまた没頭するようになった。職場の人間には一切その夜の体験は話さなかった。変なやつと思われるのも嫌だったので。1年ぐらい経って同業他社で修行を終えた社長の息子が上司として着任してきた。仕事熱心な上司で、毎日22時頃までデスクワークをこなして帰宅するのがデフォ。自分は建物の1階で毎日働いていたのだが、22時過ぎにエレベーターのそばにある急な真っ暗な階段を使い1階まで降りてきて、〇〇くん、僕、早く帰りよ、と必ず声をかけてくれて、少しだけ立ち話をして上司が帰り、自分は仕事を続行していた。半年近くそんなことが続いていたのに、ある頃から帰宅する上司に全く会わない日が続いた。ちなみにエレベーターを使用して下に降りると、1階の自分の職場の裏側になるため、働いている自分は気づくことはありません。急な階段を使用すると、自分の職場の真ん前に降りることになり、直に分かることになります。会社の建物内で実施した他の社員の送別会の時に酒を注ぎに行った際、自分、最近早く帰るようにしたんですか？夜に会わないですよね。ひょっとして何かやばいもんでも見たんですか？上司、え？ああ、いつものように22時頃までやってるよ。もう階段じゃなくエレベーター使ってるんだ。でも、やばいものって何のこと？上司がちょっと険しい顔で聞いてきた。酒の席だったので、冗談めかして昔エレベーターで会ったことを少しだけ話した。話を聞いた上司が、この後外で二人で飲もう、と誘ってきた。上司は自分より一つ年下で、話しやすかったのでオーケーして、送別会終了後、近所の飲み屋で落ち合って再度飲み出した。上司が着任当初にエレベーターではなく薄暗い階段を使用していたのは、一応エレベーターは物販の運送用で、人のみの使用は禁止が決まりのため、最初はお互いのバカ話、だんだんと仕事の話へ。そこで自分の体験したことをかなり詳しく聞かれ、すべてを話した。上司はこの建物であった事件を家でも会社からも知らされていなかったようで、根掘り葉掘り聞かれた。上司、実は階段を使わなくなったのには訳がある。いつものように階段を使って下に向かう途中、3階の踊り場で変なものを見た。以下は上司から聞いた内容です。上司は踊り場でものすごく恐ろしい顔でこちらをにらみつけるおばさんを見たんだとか。薄暗い階段ではあるのだが、輪郭から色彩まではっきりとわかるぐらいで、そのおばさんを見てしまい、思わず何かあったのかなと思い、どうかしたんですか？清掃の方ですよね。何も答えないおばさんを不思議に思いながら、どうしようと再度声をかけようとしたところで、おばさんが急にパッと消えてしまったとのこと。
上司もえっと驚き、急いで5階の事務所に戻り、気を落ち着かせてからエレベーターを使って帰宅したらしい。警備員さんは巡回中で警備員室に不在だったため、警備員さんには何も告げずに帰宅し、やはりそのことは誰にも言えず気にかかっていたらしい。かなり大きな会社の次期社長のため変なことは言えないらしい。自分が見た場所、事故があった場所はエレベーター周辺なので、なぜ階段で目撃したのか、辻褄が合わないが、上司が見たおばさんは間違いなく清掃会社の制服を着ていたとのこと。自分は小柄なおばさんだったということは間違いないのだが、服装や表情はいまいちはっきり記憶がない。結局この話は会社ではしないでくれと頼まれ、家で社長に相談してみるとのこと。上司は階段を使うのが怖いらしく、ビビりながらしばらくエレベーターを使って帰宅。わざわざ1階の自分の職場まで立ち寄って、今日は大丈夫、何も出なかった。少し後に休日を使って建物をお祓いしたと上司が教えてくれました。今は自分も上司も例の建物とは違う別の県の営業所で働いているため、お互い話すことはありません。自分は実家の仕事を継ぐためにお盆前に退社する予定なので、このことを会社の人間に話す機会がなくなりそうなので、あまり人気のないスレを選んでついつい書いてしまいました。ごめんなさい。今も事故のあった建物は何事もなく使用されています。お祓いの効果があることを信じたいものです。海神。これは15歳の時本当に体験した話。俺の実家は海沿いの田舎町なんだけど、めっちゃ綺麗な海が有名なんだけど、いろいろと曰くがあるんだよね。幼なじみの K の実家は代々続く名家なんだけど、そこの家の嫡男は15歳の誕生日に海に近づくと命を落とすって言い伝えがあったんだ。死ぬっていうのは海神、地元の言い伝えでは美しい女が死んでしまった自分の子供を生き返らせようと選ばれた家の嫡男の魂を持っていくって話なんだけど、俺も K も眉唾だと全然信じてなかったんだよね。誕生日当日、 K は学校を休んだ。俺は昼休みに学校を抜け出して様子を見に行った。 K の家について呼び鈴を押すと K の母親が出てきた。話を聞くと、今日は大事を取って家の座敷に缶詰状態らしい。 K に会いたいと伝えると、今日で最後かもしれないからと家にあげてくれた。俺はそんなヨタ話本気で信じているのかと思ったが、町中その噂で持ちきりだったので、ナーバスになるのも仕方ないかと座敷に向かった。座敷の前には K の親父とじいさんが襖の前に厳しい表情で座り込んでいた。俺に気づいた二人に軽く挨拶をし、 K に会いたいと伝えると座敷に通してくれた。襖を開けると
K はゲームに夢中だった。本人は全く緊張感がなく、なぜかほっとした。 K が俺に気づき、おほといつものように挨拶を交わした。しばらくはくだらない話をしていたのだが、 K が急に、なあ、今日本当に俺が死んだらどうするよと聞いてきた。一瞬返答に困ったが、俺が死に際見取ってやるよと冗談っぽく言った。 K の話では、 K の親父さんもじいさんも嫡男で、15の誕生日には同じように座敷に缶詰だったらしい。二人とも全くその日の記憶が抜けていて、何も覚えていないとのことだった。俺は今日一日 K と一緒に過ごすと決め、食料を買うためコンビニへ向かった。コンビニから戻ると、何やら座敷の方が慌ただしい様子だった。何やら偉い坊さんが来て、結界だの魔除けだのの準備をしていた。 K はというと、酒を頭からかけられ、灰をかけられ、ものすごい状態になっていた。 K が体を洗って帰ってくると、二人でお札がびっちりと貼られた座敷へ戻った。特にやることがないので、DVD を見た。座敷の前では近所のおっさんどもが順番で番をしていた。特に何も起こらず、夜も更けてきた11時過ぎにトイレに立って、戻ると襖が開き、番をしていたおっさん二人が眠りこけていた。まさかと思い、座敷を覗くと K がいない。おっさんたちを叩き起こし、家の人間に K がいないことを告げた。その日、 K の家に詰めていた人間全員で K の捜索が始まった。俺はバイクを飛ばし、すぐに海へ向かった。海岸線の国道を走っていると、すぐに砂浜に立っている K の姿を見つけた。俺はすぐ携帯で K の家に連絡を入れ、K に走り寄った。おい、K、お前何やってんだよ。と肩をつかむと、ものすごい力で振り払われた。これはやばいと、K を羽交い締めにしたのだが、K は海へ向かう足を止めない。ものすごい力で海へと引きずられてしまった。そうこうしているうちに、大人たちが集まってきた。10人以上で K を取り押さえたのだが、引きずられるばかりで止めることができない。海水が胸くらいまで来たとき、昼間の偉い坊さんが現れ、お経を唱え始めた。すると、K は意識を失ったように、海に沈んでしまった。慌てて K を引き上げて浜へ上げた。坊さんが K の額にお札を貼り、お経を読み始めた。読経は日が昇るまで続けられた。読経が終わり、坊主が K の背中を叩き、はいと気合を入れると、 K が目を覚ました。K は目の前で何が起こってるのか全く理解できていない様子だった。なぜ俺は海にいるのか、なんでお前まで水浸しなのかと、状況を理解しようと必死なようだった。 K に昨晩起こったことを話すと、マジと唖然としていた。本当に何も覚えていない様子だった。それから町ではその話で持ちきりだったが、
すぐに噂は絶えて、誰もそのことを口にしなくなった。K は今、北海道で牛を飼いながら、元気に暮らしている。来年結婚するそうだ。どうも、K の親父さんと、じいさんの時も、同じやり方で大丈夫だったらしいので、そのままやったみたいです。球場には何万人もの人間が行くのだから。次の日の日記は、会社でミスしたことについて書いてあった。私もその日、会社でミスをして、少々落ち込んでいた。次の日も、その次の日も、よく見ると日記の内容は、まるで自分の生活を書かれているようだった。大半は、カレーを食べたとか、CD を買ったなど、大した偶然ではない。しかし、それが何ヶ月も続くと、気味が悪くなってきた。ある日、掲示板を見ると、常連たちが管理人の誕生日を祝っていた。その日は、私も誕生日だ。エゴサーチ。自分、女の名前で検索をかけてみた。すると、十数件、同姓同名の人たちが検索に引っかかった。研究者や会社の経営者、同じ名前でありながら、全然別の生活をしている人たち。その中に、〇〇〇〇、自分の名前のページというホームページがあった。それは、プロフィール、BBS だけの、初心者が作った感じの、よくある個人のホームページだった。プロフィールを見ると、自分と同じ年であり、趣味などもよく似ている。それで、いよいよ怖くなってきて、初めて掲示板に書き込みをすることにした。しかし、書き込みしようとしても、名前や内容を書くところに文字が打てない。いろいろやってみるが、書き込めないどころか、文字すら打てない。おかしいな、と思っていると、あることに気づいた。それは、掲示板ではなく、ただのページだった。つまり、一人の人間が掲示板っぽく見せかけて作った一つのページだったのだ。一体何のためにこんなこと、と、すごく怖くなり、管理人にメールを打った。はじめまして。私はあなたと同姓同名 BS などを見ると、常連っぽい人が5、6人いるらしく、この手のホームページとしては、まあまあ流行ってる感じだった。なんとなくお気に入りにして、時々見るようにした。しばらくすると、コンテンツに日記が増えた。日記は、まあ、その辺のサイトによくある内容の薄い日記だ。今日は暑かったとか、日本がサッカー勝ったとか、そんな感じの。ある時、日記の内容が自分の生活とよく似ていることに気づいた。初めに気づいたのは、野球観戦に行った時だ。その日、そのサイトの管理人も同じ球場に行ったらしい。その時はもちろん偶然だなとしか思わなかった。目の人間でよくこののような当たり障りのないメールだ。そして次の日、
そのページを見るとすべて消されていた。メールボックスには一通、見つかったという返信があった。風を呼ぶ力。うちの女系は風を呼べる。自分でも嘘くさい話だと思うので、今まで一度も誰にも話したことはない。蒸し暑かった空気の入れ替えをしたいときに風を呼んだりする程度だ。小さい頃はよく使えたが、今では全く何の力もない。